こんにちは。今回は財布を折っていきます。まずは折り紙を半分に折ります。折ったら一度広げて、今ついた折れ目の線に合わせて下を折ります。次は上も線に合わせて折ります。縦にしてひっくり返します。そしてまた半分に折ります。折ったら一度広げて、折り目に向かってもう一度下を折ります。上も折ります。これを縦に半分に閉じれば出来上がりです。お金を入れるポケットが2箇所できました。とっても簡単です。